すいませんでした、以後気をつけます。俺からしてみれば、まあ両方悪いよ、両方悪いけど、元からプロレスラーになって、皆さんこんにちは、高藤力です。今日もよろしくお願いいたします。なんかね、自分がさ、あんまり相撲知らないからね、相撲知らないじゃん、相撲のその、そういう風な、こういうことがあったとか言って、俺もちょっと、見てたんだけど、ふっとこう見落としたことがあって、山本山っていうお相撲さんがね、いて、で山本山っていうお相撲さんのマネージャーの女の人から連絡があったわけよ。連絡あって、いつもだから多分外国からなんだろうね、公衆電話から電話入ってて、で、いつもだから拝見、楽しく拝見してもらってますと。で、でも今回だから、その山本山は野球賭博でクビになったわけじゃない。俺なんか野球賭博でクビになったって言ったって言ってるけど、なんかその言ったか言ってないか分かんなくて、もし言ってたらもう本当申し訳ないんで、もう この場でねちょっと思うと、その山本山は野球賭博でクビになってません。クビになったのは俺と琴美月だけです。だから山本山がそうになったっていうことを訂正してくれって言われてたんで、まあそれは訂正しましょうよ。野球賭博でクビになったんじゃなくて、八百長でクビになったと、っていうことをちゃんと言ってくれと。だからそれ外国から見てるって言うんでね、それはもうちゃんと謝っときましょう。すいませんでした、以後気をつけます。でもこうやって見てくれてるっていうことはね、まあ外国からね、まあ嬉しいじゃないですか、それはそれで、まあ今幸せにやられてるっていうから。だからなんで野球賭博でって言ったら、もう会社やってるから、そういう野球賭博はだからやっぱこう罪になるけど、八百長は罪にならないっていうことじゃないですか。でもさ、こう、なんていうの？まあ、両方とも、なんか、まあまあ、あれだけれども、でも、俺からしてみれば、まあ、両方悪いよ。両方悪いけど、でも、こう、野球賭博の場合は、まあ、結局、罪にならなきゃ、あれでしょ？アメリカのブックメーカーで自分が貼ってたら罪にならないわけでしょ？なるの？いや、大丈夫じゃないですかね。大丈夫だよね。だそれがたまたまこっち側でやったから、だから、まあ、罪になるっていうか、まあ前科はついてないけど、証拠がなかったからね、起訴猶予っていう形で起訴はされてないんだけど、でもやっぱりこう、なんていうのな、こう人を裏切ってないから、どっちが悪いのかって言ったら、まあ俺的にはね、まあ別に人を裏切る方が悪いと思ってるから、自分の金いくら負けてもう何が悪いんじゃみたいなとこはあったからね、昔はね。今はそんなことないよ。昔はだからそういうとこあったから、もうお前らの方が悪いやないかとか言ってずっと思ってたけど、どうなの？一般の人からしたら両方悪いけど、いや、違法賭博系はやっぱりこう、反社に資金が流れるっていうのが、あ、そういうことね。はい、それがダメなんだね。それは、よろしく思われないですね、なんか反社会的勢力とか言ってね言われてるけどさ、ちょっとなんかね、そこは本当にマジであんまり関係ないことだったから、
でも外国で今なんか成功してるって小錦関も言ってたから、まあ、それそれで、まあ、よく、まあ、成功してればね、うん、まあまあよかったかなと思うけど、やっぱりなんか格闘技のイメージってありますよね。そうだよね。天竜源一郎さんも含め、うん、天竜、ああ、あ、外国じゃなくてこっちでね、うん、そうだよね。天竜さんとか、うちの先輩で、まあ、部屋の先輩で西親方って大文字っていうお相撲さんがいて、 その人のだから付き人やってて、で台風方の付き人もやられたから、だからまあ自分は一時だ台風部屋継いだんでね、まあ、その中でよくいろんな話を聞くけどね、うん、まあ西親方っていうお相撲さんはやっぱりすごいなと 思ったのはやっぱり、うん、なかなかいないよね。その元それ P 入れといて、元からプロレスラーになって、うん、でそれから相撲取り入ったって異色じゃない？破天荒っていうか、もともとだれ悪ガキでそこに預けられて、まあまあ大阪では有名な博打の組ですっていう組があって、そのとこからプロレスがプロレスやったから、でプロレスやって、そこからもう前は体でかいからって 2,3 人相撲行った。まだ生きてるからさ、お前そんなことばかり言うなとか言ってすげえ怒られそうだけどさ、意外と、うん、だからもうそういうことがあるってことはもうだからもうやっぱ昔はもうそういうふうな持ちつ持たれつのようなな、そういうふうな形だったっていうことがもう、さすがに今はいないです。今はいないでしょう。今いたらおもろいけどね。もともとやっぱり興行から始まってる部分も、そうね、やっぱ芸能界もそうだし、そういうのはしょうがないよね、うん、多いと思うよそういうの。場所ぐらいで出してやってもいいんじゃないかなと思うけどね。八角親方が一人悪者になって、お前そこまで偉いのかっていうようなとこだよね。こんなのはだって相撲愛がないよね。